トランスは WA と標準機の路線があるため、パースの発着駅は3つの駅に分散している。オーストラリンドパース、バンバリーを運行。1947年により同区間を運行しており、当時は蒸気機関車牽引の列車であった。現在運転されている車両は1987年より2度の塗装変更を経て使用されている。 現在の塗装は2007年よりのもの。所要約2時間半。毎日2本運行。プロスペクタパースカルグーリー館を運行。1971年より同区間を運行しており、2004年から現行車両が使用されている。最高時速 160km で走り、所要約6時間45分。 毎日一本運行。エーボンリンクパースマイナスノーサム間を運行。列車名はノーサム周辺がエーボンバレーと呼ばれていることにちなむ。1995年より運行しており、西オーストラリア州では47年ぶりの新設列車であった。2005年より現行車両が使用されている。所要1時間20分。毎日一本運行。メルディンリンクパース メレディンを運行。2004年より運行しており、A ボンリンクと同じ編成が使用される。所要約3時間15分。月曜日、水曜日、金曜日のみの運行。アルバニービジターセンターに停車中のトランスは、バス2003年6月、トランスはは21台の新型車両を投入した。ありがとうございます。